皆さん、明けましておめでとうございます。本日もトロピコ5をプレイしていきます。本日プレイするのはイスラ・ロホ。 KGB の暗躍で暴動が多発している危険な状態から再開です。支持率どうすれば上がる。軍隊を増やすことではない何かだな。多分炙り出すか。布告で炙り出してみよう。よし、反体制派を挑発やるぞ。はい、反体制派が攻撃を仕掛けてきています。どこだ。あ、これだ。見つけたぞ。これだけしかいないってことはないはずなんだが。まあこれでちょっと落ち着くといいけどね。支持率に関してはもう選挙をブッチするしかあるまいな。どうしようもないやもん。あとあれだ、刑務所を建てよう。刑務所。なんか幸福度を上げるための施設じゃなくて、締め付ける建物ばかりが増えていく。おかしい。石油を 10% の価格で1万ユニット輸出しろ。今度は、うわー、これ大変だ。ちょっと油性とか立てて産出速度を上げないといけないね。ここで取れるみたいだね。あとはここだけか。ここにもあるね。あ、結構あるね。ここにもあるやん。で、あと合わせてついでに運送業者も用意しておこう。そういや、地下鉄とかもあるな。トロピコの暮らしに不満を持つ人々がデモを行っています。話し合おうじゃないか。何が不満なんだ。世界的なインフレによって建造物の建設費用が 15% 上昇。なんだと。石油施設を3つ無料で建設可能です。どこだ。テロが、あ、電気も足りなくなっちゃってる。まいったな。あ、喜ばしいご知らせです。あなたのご一族は2年間の休暇から戻られました。移民はいらないというか何もいらないが。水素銀行にお金もらうか。これ以上移民はいらん。大変なことになってしまうからな。発電所の予算を上げれば発電量変わんないよな。地熱発電みたいのってないっけ。地熱発電所、火山がないね、この島には。そもそも仕方がない。普通の発電所建てるか。原発は1個までしか建てられないんだよね、システム上。電気が足りてない感じがする。あれ、ちょっと待てよ、原発が動いてないぞ。発電量ゼロになってる原発。なんでだ。プラン掘ってるのに。一時的に止まっちゃってるだけかな。遠いからね。ウランも輸入するとするか。交易で。よし、我々はウランの輸入を始める。もう核ミサイルをどんどん作りたい。なんだったらお金は余裕があるんだけど、もう支持率を維持できない。反体制は濃い。そろそろ軍事クーデター起こりそう。どうすればいいんだ。あ、こっちだ。なあ、ここはなあ、間に合わんのよ。装甲車部隊が、あ、結構早いね。これが間に合えばいいけど。 KGB の活動によって反体制派の脅威が最高になりました。最高らしいけど、うえ、もろこしが。プレジデンテ、私は震えています。今度は地震だと。弱り目にたたり目だ。10人死んで、あ、建物が根こそぎやられたみたい。港から壊れた。全てを再建する。ちょっとデータを見てみよう。自由がめちゃくちゃ低いな、この島。なんで自由がこんなに低いんだ。自由が18しかない。憲法を改正してみるか。まず投票権は全住民。宗教と国家は政教分離国家。軍隊は徴兵制。まあ、これはいいね。警察官が国民の説得にあたり、警察官の数だけ投票数が増加する。警察国家をやめてみよう。民主主義、暴動が起こらなくなる。選挙が頻繁に実施されるって大丈夫かこれ。民主主義にするぞ我が国は。個人の権利、生活監視をやめてみるか。開かれた社会、暗殺と追放に制限がかかり、特殊な住民の特定が難しくなる。これ大丈夫かこれ。よし、開かれた社会にするぞ。もう殴り合いだ、こうなったら。やむを得ない。経済構造、金権政治じゃなくて自由市場。メディアの独立性は、こ
これはね、メディアの機関の予算が増加し、あなたへの投票を働きかけるのがいい気がするんだけど、独立メディアにするか、デモが起こりやすくなる、構わん、自由に開かれた社会を目指すぞ。文句を言ったら縛りつける、その代わり逮捕だ。あ、支持率ほとんど動かないな。なんか反対勢派がいるけど大丈夫か。プレジデント、これはトロピコの危機です。うるせえ、分かっとるんじゃ。ロシアがなかなか悪くない提案をしてきました。何でも彼らが抱える新興財閥をこの島に滞在させるんであれば、新興は控えるようにするとのことです。何？オフショアオフィスを建設してロシアに貸し出せば、ロシアとの友好度が上昇します。あ、そういえば外国の種類が増えるんだっけ。現代に入れば海の上に建てるオフィス、空母の隣に建てるか、いつでも打ち壊せるようにあ、港の近くがいいかもね、はい。で、ロシアに、はい、新たに20名がトロピコに到着しました。まずい、なぜこんなに支持率が低いんだ。逮捕だ。軍隊が多すぎるとかじゃないよな。あと9300ユニット輸出する間、果たしてこの島は持つんだろうか。このままだと軍隊が裏切って軍事クーデターが起きてしまうんだよね。きっと軍の忠誠度低いんだよね。兵士の数25、軍隊は大金持ちなんだよね。で今、反対勢派が攻撃を仕掛けてきています。またか。あ、もう撃退したらしい。早いな、おい早いな。社会力学、派閥の一つを選択し、その勢力を強める。何人かの住民は即座にその派閥に鞍替えする。これだ。今、国粋主義者の支持がゼロなので、これだね。環境保護論者は落ち着いたんだ。解放主義者に鞍替えさせよう。社会力学で解放主義者、これだね。ん、あれ間違えた。いや、合ってるよね。派閥の一つを選択し、その勢力を強める。解放主義者を増やしたんだよね。あれ、なんで支持率下がったんだこれ。え、支持率が42になってしまった。この布告自体に不満があったのか、ひょっとして。そんなのどうしようもないじゃないか。遺伝子組み換え作物、いいや、もう何でも入れていけ。知らねえ。いやー、やばいなこれ。もうどうすればいいのかわからない。派閥の支持自体は悪くないんだよね。いや、宗教信奉者がめちゃくちゃ支持が低い。よし、わかったぞ。支持率が低いのは宗教だ。つまり大聖堂だ。大聖堂なかったっけ。あったき、あ、大聖堂この島ないのか。ないんだ。だからだ、だから支持率低いんだよこれ。よし、任せなさい。いやー、それにしてもやばいな。しばらく収入が増えそうなものを立てていない。石油は格安だからお金にならないしな。まあ、いっか。支持率 40% です。もう、限界か。反体制派が攻撃をしてきています。これだろ、どう考えても支持率低い原因。やばいんだけども。ちょっと待って、確か、どっかにあった。レーザー発射、あ、外れたレーザー外れちまった。お、倒したか、倒した。よし、いいぞ、その調子だ。支持率 44%、 44% か。新しい憲法がアンロックされました。著作権、国民が反体制派になりにくくなり、研究の速度が低下する。これだろ、どう考えてもこれだろ。インターネット監視、はい。支持率 47%、 どうする。相手は金持ちの中分熱像に、博物館の金持ちか。布告、何かばらまいて支持率を上げよう。減税、これだ、減税、はい、これでいけるだろう。ここでまさかの減税、間に合うか。あと1ヶ月だけど、効果が間に合うのか。よし、 53% きたギリギリばらまき政策万歳。やばい、日本の悪い政治家みたいになってきてる。選挙さえ乗り切ればいいんだ。
やったー 54% 札束には勝てんのだ、何人たりともな。国立公園を一つ建設すれば環境保護論者の支持が上がるって、勝てる。もうあとはとにかく支持率だけを維持していこう。支持率57、どんどん上がってきてるね。で電気がまた足りなくなっちゃってる、輪番停電。この島電気が全然足りないな。発電所がどんどん増えるね。あーまた原発が止まってるじゃないか。ウランあるよね。あ、ウラン掘り尽くしちゃってる、だからか。しまった、大変です。ロシアの大統領がたった今トロピコをロシアに併合すると宣言した。なんだと、おいどういうことだ。え、トロピコがロシアを併合したと発表するか、アメリカ大統領に助けを求めるか、禁酒法を報告するか。トロピコが逆にロシアを併合したと発表する、これだ。侵攻を耐え抜く、なんか来るぞこれ来るぞもうすぐ。厄介、この上ないな。まだ来ないようだから、とりあえずこの、これですね、原発を破壊します。もう普通の発電所で乗り切ろう。あのウランの輸入にも限界があるから、で安定しないから、どうやら。でさらに防衛本部、軍隊を増やすぞ。侵攻を耐え抜くって言ったけど、果たして侵攻が来るのか。ロシアとの友好な高いんだけどね、一体どういうことなんだろうな。人口1000人に、うっ、反体制派がこんな時に。ここだ。でも防災で死にそうだな死んだ溶ける宮殿の周りに来たら死ぬぞ勝手に。反乱の兆候があります。あ、やばい、うお、なんじゃこれ。あ、ロシア軍が負けるんじゃないこれ。待て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 、レーザー撃つんだ。勝てるのか。いいぞレーザーに、あとこれもあるからね、空母。一般人に被害が出ても構わん。これ負けたらゲームオーバーだぞ。ロシアに併存されてしまう。敵の戦車が、いや負けそうだな。来たー、ロケット。いいぞ、ビームはまだ撃てないの。ダメだ、レーザーはまだ2ヶ月かかる。うー苦しい、これは苦しい。戦車が帰っていく、どういうこと。え、逃げてるのこれ。違う、相手の狙いが変わったんだ、宮殿に。だからだ、これ殺せー。誤射しても構わんよし、倒した倒したぞ。消化だ。今回はここまで。どんどん厳しくなる島の状況、果たしてクリアすることはできるのでしょうか。続きを見たいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。